TD 平行、カルダン駆動方式の TD ぎ手二つのタワーミータを組み合わせた構造になっている。TD 平行、カルダン駆動方式は電気車の駆動方式の一種である。中空軸平行、カルダン駆動方式に変わる駆動方式として日本の東洋電気製造が実用化した。TD とは二組のタワーミータを使う自在ぎ手構造、ツインディスクに由来するが、 開発に携わった東洋電気製造の頭文字をかけてあるとも言われる。1969年に実用化され、その最初は京王帝都電鉄に納入された。タワミータを使うためタワミータ継手方式とも称される。主電動機を車軸と平行に台車枠に固定し、主電動機の電気四軸と輪軸の歯車駆動軸との間に大きな変異を許容する。 TD 継ぎ手だけを介して接続する。TD 継ぎ手の内部では2枚の円盤状のタワミ板を組み合わせて長さと角度の変異を吸収している。タワミ板の材質は初期には特殊鋼を用いたが近年では軽量で耐久性に富む炭素生命強化プラスチックを用いる。CFRP 製タワミ板は1989年の 軽阪電気鉄道向け納入から実用化された。CFRP の耐久性によってタワミ板が、単板となったものも出荷されているが、慣例的に TD を名乗っている。駆動系の全体構成は、TD 継手を WN 継手に置き換えれば、WN 駆動方式と同じである。変異の許容の小さいタワミタ継ぎ手を2つ使って大きな変異を吸収するところは、 中空軸平行カルダンと同様であり、その発展型とみなすこともできる。中空軸平行、カルダン駆動方式と比較して、主電動機内部の電気子軸である、中空軸を、出力軸の反対側にあるたわみ板継ぎ手を介して、中空軸の内部に配置されているねじり軸と組み付ける、必要がないため、内部構造が単純化し軽量化される。TD 継ぎ手は、 メンテナンスフリーの一つのモジュール部品として扱えるので保守性が向上する。そのため、中空軸平行カルダンを採用していた鉄道事業者を中心に採用が進んでいる。西日本旅客鉄道を除く JR グループ旅客各社においても、前身である日本国有鉄道が中空軸平行カルダンを長らく在来線電車の標準としてきたことから、 ほとんどの VVVF インバータ制御車両で採用されている。また、インターナルギアを用いる WN 駆動方式と比較しても、伝達効率が良く、打行時の騒音が少ない。構造が単純で、組み立てや調整がたやすく、休止の必要がないため、保守も簡素化できる。一方で、大出力、長時間駆動における耐久性については、 WN 継手に一歩を取るとされ、新幹線では使われていなかったが、近年たわみ、板の耐久性が向上したことから、採用が拡大している。JR 東海所属の700系、C19 編成以降及び JR 西日本を含む N700 系16両編成のグリーン車で採用されている。その他、WN 方式と同様に継手の設計を、 変更することにより、電動機を車軸に直角に配置することも可能であり、設置スペースに制限のあるモノレールなどで採用されている。その際は、TD 直角、カルダン駆動方式になる。など、ありがとうございます。